名刺バス株式会社は、北海道名寄市に本社を置き、バス事業を行う企業である。1931年に設立された、中央自動車講師会社が前身北海道における、旅客自動車運輸事業統合要項により、1944年に、道北のリア自動車に統合され、同社名寄営業所となったものの、統合直後は、廃車一台。 営業日数ゼロと休業状態であった。終戦後の1946年には、廃車4台、営業日数145日にまで回復するなど、徐々に復活させていき、1955年4月1日に、ナヨロ営業所は、名刺バス株式会社として、分離独立した。社名は、ナヨロと私別から一文字ずつ取られており、 かつては、市別営業所を設置し、なよろ市別館などの路線バスを運行していたが、1962年4月に、市別営業所管轄路線を、市別軌道2条として撤退した。なよろ町の市政施行を翌月に控えた1956年3月には、循環バスの運行を開始。午前7時に、右回りが、10分後には、左回りが発車。 その後は10分間隔で交互に午後7時50分まで78便運行された。左回りは、名寄駅前を出発後、第2を北4丁目で左折、西4条北4丁目を南下し西4条南6丁目から、名寄駅前へ至るルートで、右回りは、その逆。運賃は大人、小人とも、一律10円であった。郊外線も含めて、利用客は増え、 1965年前後に、御ン・内線や下川鉱山線の年間利用者数が42万人となるなどピークを迎えるが、過疎化やモータリゼーション化の影響により、1970年頃より乗客が減少傾向となり、1973年に、御ン・内線の減便と下川鉱山線と一の橋線のワンマン運転化、1974年に、 下川万ケ線と下川三流線の廃止などの合理化が行われている。以降は鉄道廃止による代替路線の運行開始があったものの、これらの路線も含めて廃止や減便、デマンドバス化などの合理化が図られている。市内線は1970年3月よりワンマン運転化されている。市街地の拡大により区域外からの運行要望が高まり、 1975年7月より、左回りを廃止の上で、西地区昭和通りへの運行を開始したが、利用客は少なく、1便あたり1.5人という状況であった。同年には、北地区からも運行要望があったが、再三に乗らないとの見解から一度見送られたが、1979年に試験運行を行い、同年12月より臨時運行、 1985年から10月15日から4月30日の冬季のみ、名寄市からの運行補助を条件に運行されることとなった。現在は自衛隊線として通年運行されている。平成に入ると市街地のさらなる拡大や公共施設の分散により、これらを結ぶ東西路線の運行要望が高まったことを受け、1996年に東西線を開設し、 保健所、私立病院、市民文化センターなどが一本の路線で結ばれることとなった。2008年には、イオンライオローショッピングセンター開業により、特田線が新設されている。2012年には、コミュニティバス実証として、市内線、循環線と東西線がそれぞれ、西回りと東回りに再編され、バスも小型化された。本社。 本社営業所北海道名寄市西4条南10丁目一番地4路線バス車両は2017年3月31日現在で21台登録されている。は、運行主体は自治体であるが実際の運行などは委託を受けた名刺バスが行う路線。コミュニティバスを参照。名寄市内線は一方通行の循環線で運行。前乗り前払い。 中ぶりで運行されていたが、2008年4月1日より、中乗り5払い、前売りに変更された。なよろ、コミュニティバスに回まり、なよろ駅前なよろ市役所前大通北4丁目、北都団地なよろ市立大学前、なよろ産業高校前児童センター入り口、市民文化センター前なよろ市立病院前西3条、南6丁目なよろ駅前東回り、 名寄駅前市役所前大通北四4丁目、名寄駅東小学校前名寄駅東病院前、そよ風立前緑が丘福祉会館前名寄公園前、経由、南が、丘団地経由福祉センター前名寄市立、病院前西三条南6丁目名寄駅前、東西周り、なよ駅前名寄駅前名寄駅前、名寄駅前到着後は便により継続乗車可能、または、 打ち切りとなる。西方面の循環線、東方面東西線として、名刺バスが運行していたが、2012年7月1日よりな、よろ、コミュニティバスとして、西回りと東回りに再編し受託運行開始。東方面と西方面の間は、乗り継ぎで対応していたが、東西間を直通する東西回りが2013年12月20日より、運行開始した。 市内周り、徳田線4名寄天店前名寄市立病院前、西4条1丁目名寄市立大学前、北都団地大通北4丁目名寄東、小学校前名寄公園入り口、名寄駅前西3条南6丁目名寄市立、病院前4名寄天店前近郊、郊外線は中度足用の車両も前乗り、全振りで運用する。日清ピアシリ線名詞バス市役所前ビク東。 小学校前から、名寄公園に入り口名よろ駅前引く西三城南6丁目、市立病院前から8号3丁目、名寄産業高校前引く、北都団地日清研修センター、マイナス3ピラー交流館前から健康の森、ユースホステル前から、ピアシリスキー場2018年度は、日清地区の公共施設利用促進を目的として、同地区での乗降が無料となる。 オ根内線、名寄駅前引く西三条南6丁目名寄市立病院前から8号、知恵分峠、里市南知恵分十11線、ビ深三3線、ビ深、中学校、ビ深カ、深フ9線、ビ深高校前から西里4線、ビ深温泉前引く大手12線、オ根内駅、名寄駅前8号間は、西4条南5丁目を経由して、国道239号線を通る経路であったが、 美不可町民の通院需要のため、名寄市立病院前経由に改められた。風連線風連線、名寄駅前引く西三条南六丁目名寄市立、病院前引く西四条南九丁目徳田十七線、名寄ここ前から二十一線から二十五線、風連駅前風連庁舎前引く、道の駅五両線、デマンドバス、道の駅朝日三十線五両一線五両七線、 風蓮五両線として、五両七線まで運行していたが、2018年10月1日より、道の駅までに短縮の上で、風蓮線となり、遺園は、デマンドバスが接続。おこっぺ線、下川線の車両おこっぺ線名寄市立病院前引く、西三条南六丁目名寄駅前と田十七線、南急団地前から中名寄五線から上、名寄十19線。 下川バスターミナル雪きなり一の橋から上、おこっぺ西おこっぺ中高部おこっぺ JR、北海道なよ本線廃止代替路線。かつては、北門バスと、相互乗り入れを行い縁がある、門別まで乗り入れていた。なよ本線バス代行引受け事業者間の、共通乗車制度方式により、なよろ縁がある間では、名刺バス、北門バス、北海道北見バス発行の回数乗車券、 定期乗車券が運行会社にかかわらず使用できる。下川バスターミナルまでは、名寄市内の一部を除き下川線と同経路であるが、名寄本線廃止代替路線を対象とした企画は、おこっぺ線のみ有効で、下川線や名寄駅、私立病院近辺で経路重複するた路線は対象外となる。下川線名寄市立病院前引く西山城南六丁目。 な寄駅前市役所前からな寄東病院前から、中なよろ5線から上、な寄よろ19線、下川、バスターミナル下田よろデマンドタクシー下田よ方面、西風連方面へは、下、田よ線が運行されていたが、2011年11月1日より、な寄市が運行主体となるデマンド制乗り合いタクシーに変更。名刺バス路線当時のニュープ線、車両ニュープ線、デマンドバス、 ビフカターミナルビフカビフカ五0東五号変形、公民館ニュ入府町合所、国鉄三行き線廃止代替路線。かつては、始発便と最終便にニュ入府町合所の先、旧ビフカ町営軌道の終点にあたる3十線、停留所にて発着する便が設定されていた。開業から長期間使用された専用の中型車は、営業所まで改装することは、ほとんどなく、 ターミナル横の車庫にて入出庫されていた。利用率が低いことから、2010年度より、ビフ課長が運行主体となる、デマンドバスの実証実験が行われ、2012年度より、本運行となった。自衛隊線名寄駅前、ひく4丁、南5丁目、名寄駅産作業高校前から自衛隊貸切バス事業は、通常は、離島を除く旭川運輸支局管内での発着が、 認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。北海道札幌市白石区平和通14丁目北1、1に札幌営業所を設置していた際には、札幌運輸支局管内も通常の事業域となっていた。車両は11台登録されている。 保有車両の大半が日の自動車製。自社発注車はブルーリボン、観光系のカタログ色であるシルバーにオレンジ色のラインを塗色する。ありがとうございます。